顔全然映ってないけど、いいのかな。今日は白湯からスタートです。ちょっとずつ寒くなってきたので、今日は白湯を飲んでスタートです。こちらのマグカップ、マネアとナズキがお誕生日のプレゼントにくれたオリジナルのマグカップです。お仕事なので少し体を温めてからいきたいと思います。いただきます。おはようございます。おはようございます。今日は私の一日を密着自分でいきたいと思います。はい、ルーティンですよね。そういうことですね。朝起きてまずはお仕事で運動にお靴履きました。行きましょう。到着しました。あ、到着してないどこでもドアがあったらいいね。到着したら車になります。今日も安全運転でお願いします。もうこのアングルみんなも慣れたね慣れた朝の飲み物ルーティン、今ミロですね。そうですね。普通の人がコップ1杯のところ、あなたはコップ3杯のミロ飲むよね。だからシェーカーだからマネとナズキがプロテインのやつで飲むから、ミロがあっという間になくなる、牛乳もあっという間になくなる。私は寒くなってきたなとか、お仕事が今日忙しいな、立て込んでるなっていう時は白湯から始まってみたり、バーリーグリーン飲んだり、バーリーグリーンもいいね、あとはソイラテ飲んだり、ね、体調によっていろいろと変化したりもします。そろそろスタジオに到着です。リサです。今日のお弁当ははい、今日のお弁当は大盛りって書いてあります、ね、リサ用じゃない、はい、お願いします。おはようございます。あ、そうだね、ミネセレクトの洋服あ、一緒だね。おはようございます。これですね、大盛りご飯。今日は楽屋に皆さんがポットを持ってきてくれました。これはなんとペットボトルのお水を直接使ってお湯が出るという便利なポットになっております。キャップが2種類あります。キャップつけました。じゃあ90度ぐらいか。うん、だからここから出せばお湯になると。そう、え、離した。うわ、すごい熱々のお湯が出てきました。なので皆さん、美味しいものを飲んでください。皆さん、何飲まれますか。はちみつ紅茶いただきます。はい、すごい出来上がりました。いただきます。どうぞ。濃くない？大丈夫？大丈夫、これ大丈夫。キッチンカーみたいな、うんうんうん、自分で止まるのこれ。あ、多分お水がお水がなくなっちゃいましたねミナヨカフェでした。はい、ミナヨカフェでしたありがとうございます。ありがとうございます。おじいちゃん、これどうしたの？買ってきたの？そうだよ、これライブの時用の温かいお茶飲むでしょ、だからそれ持ち歩いて。すごいよね。すごい、お湯入れすぎちゃった。もう一個入れればちょっと薄いかと思ったみなやさん、ちゃんとマドラーも用意してくれてるんですね。すごいね、本当に今日の朝準備したの。びっくりしたよ。仕事してさ、帰ってきてさ、黙々とまた料理作り始めるさ、その様子が YouTube でお届けしますね。すごいんです、本当に。これが日常の皆さん、日常の奥様としてブログに、僕がたまにちょっと載せてますけど、そしてこの後の収録でですね、まっさんが僕
プロのアーティストとして出演しますね。そして、その後席がすっとぼけたドッキリドッキリ芝居がありますので、ね、楽しみなんですね。マネとナズキもね、マネとナズキがエスコートして、ね、皆さん、いや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 、どうですか、というわけでお楽しみ。あ、みんな座ってる、何もう行くの。親弁当です。こちら鮭です。彩り綺麗ですね。勉強になりますって言ってももう最近お弁当作りませんけど、いただきます。ごちそうさまでした。メイクお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。仕事終わりました。ありがとうございました。本人も帰られました。ちょっと前までいたんですけど一足違いでありがとうございます。ありがとうございました。仕事終わり遅くなってしまったので、これからお弁当買いに行ってきます。じゃーん、もやしくんです。はい、飲んでください。生ハイ見たからね。はいはいはい何する、もつ鍋もあるよ。あ、美味しそう。そうでしょ。これがね、最高に美味しいんですよ。買いました。買いました。チョコとフルーツジュースミックス。それにしたの？一番最初の情報を。でもあれはそこだけだった。帰ってご飯ですね。はい。はい、もう温かいからこのままでいいね。食べるの。はい、ただいまということで、本日は、仕事が遅かったのでお弁当買ってきましたと、あと作り置きしておいたのでゴーヤとツナで、あとレンコンの酢漬け、こちらがボーチャーの煮物になります。今日はちょっとお仕事が遅かったので、こんな風に主婦を休みさせていただきます。お野菜も。はい、今日は一日、普段の私の一日をご覧いただきました。仕事してるといつもこんな感じだね。そうですね。藤見さんからサプリをねいただきまして、こちらサプリってさ、あなたもよく飲むけど選択肢がたくさんあるじゃない、うん、だからどれにしていいのか分からないって結構悩んだり迷ったりしがちじゃない。そんな方にすっごいぴったりなんです。これ今日お昼も弁当の時飲んでたよね。あ、気づいた。こちら私に合わせたパーソナライズのサプリなのね。でウェブで簡単な質問に答えるだけで、うん、自分に合ったサプリを選んでくれちゃうの。こんなやつが足りないなっていうのも自分で分からない時あるよ。それを質問に答えると、これが足りませんよってちゃんと教えてくれるって。すごい。このねウェブのやり方もすごい簡単で、私でもできたので個包装になってるのね。最近さ、私カバンちっちゃくなってるけど、これぐらいだったらスッと入れられるじゃない。だからお弁当とかのね、食生活になるとやっぱり足りないものはあるよね。そうそう、だよ。持ち運びもすごい便利だし、すごくいいなと思って。これね、なんと5粒なのよ。5種類の栄養成分かなってちょっと思いがちじゃない、うん、なんと
30種類以上の栄養成分が取れるのこれで。すごくないそれ。ちょっとだけ教えると、私にはビタミン A とかそういうちょっとしたものが足りないのね。そういうのも全部入ってるの。自分のことをさ、なかなか分析してサプリって選べないじゃない。確かに思いつきで買っちゃうからね。そうなのよ、うん、でもちゃんと分析して足りないものを補ってくれるから、ウェブでね質問に答えるだけなの。1週間のうちお魚どれぐらい食べてますかとか、うん、油物食べてますかとか、甘いもの食べますっていう質問に答えるだけなの。あなたでもできる。正直に答えなきゃダメだね。嘘ついちゃダメだよ。ダメだ、ね、甘いもの食べませんよとかって、うん、でも私ちゃんとね答えたよ。でもそういうことを答えれば、ちゃんと分析して必要な要素のサプリを送ってきてくれます。いいね。40、50ちょっとぐらい前ぐらいから気になりだしたのかな、いろんなこと。定期検診とか、うんうん、ほんと定期的に行くようになったしね。そうそう、やっぱりお年頃はお年頃だから、要所要所にはねそういう検診も入れながら、でも自宅での自分がメンテナンスをできるという意味では、まあ私は豆乳飲んでみたりとか、いろんなことをしつつの日々過ごしているかなという感じですね。ミネさんってすごく節制してるんでしょうとかって皆さんよく言われるんだけど、何にもしてません本当に本当にしてません。食べたいものを美味しく食べるっていう感じ。あえて言うなら、ちょっと今日昼間ヘビーだったなっていうような時は夜は少なくしてるってのは正直言ってあります。そうだね、うん、無理のないっていう。そうそう、でもやっぱり好きなものを食べてるから偏っていくっていうこともあるじゃない。だからそういう時にこういうサプリで、ね、まあ、メンテナンスというね部分でもできることかなと思い、やっていることの一つになりますか ね、 ね、うん、実はですね、今回こちら藤見さん初回限定でお得な価格で購入できるそうなんですよね。すごい。詳しくは概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんご覧ください。名前がいいじゃん、富士見だよ。だって死なないんだから。富士見、あ、そっちか。私富士山の方を描いてたから。あ、そうか、富士見ね。あ、なんかいいことありそうみたいな。それもある。いいネーミングですよね、富士見って、うん。まあ、こんな風にね、お仕事をしながらも、まあ、ちょっとお家のこともしたり。今日もね、撮影ではね、泣いて笑って忙しかったんですよ。泣いたり笑ったり、もう大変で、ね。泣いたり笑ったり、スタッフのことを思って。お水をね、ホットにする。マシンを持っていたりね。マシンを買っちゃうんですね、これがすごいですね。いろんなこと考えながら日々生活しております。こういうね、いいものがあったらみんなに教えたりするよ。そうですね。はい、ということで皆さんありがとうございました。またご覧ください。何喋りたかった？いやいやいや、今日はね結構一日長かったんで、僕結構テンション今ちょっと低いでしょ。疲れてる。喋ってない。 この人不死身ですから。元気元気まだすごいよね。まだ大丈夫です。それではさよなら。どうもバイバイ。バイバイ、こうちゃん。